イタリア料理、イタリア料理、イタリア料理、イ、グッチナイイタリアナは、イタリアを発祥とする料理法で、世界の多くで好まれ多くの地域で、料理されている。2010年、ギリシャ料理、スペイン料理、モロッコ料理と共に、イタリア料理を、地中海の食事として、国連教育科学文化機関、ユネスコの無形文化遺産に登録された。日本では、イタリアン、 糸飯等の呼び名で親しまれている。日本で認識されている特徴としては、オリーブオイルやオリーブ、トマトが使われることが多いということが挙げれる。しかしこれはナポリなどの南イタリアの特徴であり、北、イタリアでは隣接するフランスやスイス同様バターや生クリームを利用した料理が多い。イタリア東部では、オーストリアやスロベニアの影響が見られる。また、 シチリアなどの北アフリカに近い地域では、アラブ人やベルベル人の料理の影響を受けていて、クスクスやアランチーニなどの量が食べられる。地中海に面する地域は、魚介類を用いた料理も多く、地中海岸諸国以外のヨーロッパでは食べられることの、ほとんどないタコやイカが食材として使用される。一方で、北部や内陸の地域では、肉や、 乳製品をを使ったた料料理理も多多く食べられるるとししては素素材を生かした素朴な料理が多い傾向にあるこのようにイタリアの料理は各地方によってそれぞれ特徴を持っている。イタリア料理などという料理は存在しないという見方もある。これは南北に長いイタリアは地理的にも多様な特徴があること、イタリア王国による統一まで多数の独立国家があり、 その国ごとに全く特徴の異なる。例えば、ナポリ料理、ジェノバ料理といった具合に、郷土料理が発達しているためである。パスタは、イタリア各地で好まれ様々な形で、料理されている。トマトの多様も、特徴の一つであるが、トマトは、ラテンアメリカ原産であり、イタリアに広まったのは16世紀以降である。それ以前の特徴としては、 アンチョビの形で魚醤を多く用い、見た目も質素であった。トマトの流入でバリエーションも増え、色彩も鮮やかになったが、反面それ以前の特徴の多くが失われたとの指摘もある。現代イタリア料理の基盤は大変古く、古代ローマ帝国まで遡る。当時のローマ人は食事にかける時間をとても大切にし、当時から一日三食の構成をとり、 一食をコース料理にして2から3時間もかけて食事をする習慣があった。また彼らは満腹になると鳥の羽で喉を刺激し作為的に応答をして空腹になるとまた食べたという。セヌカはローマ人は食べるために吐き吐くために食べると評している。さらに裕福なローマ人たちの間で腕利きの料理人を呼んで料理を客に披露することが流行だった。 料理人たちはそれぞれ競って腕を磨いて新しい料理作りに励んだことで周辺の国々の追随を許さない優れた食文化が誕生しこれがローマ帝国の発展とともにヨーロッパ各地へと広がっていった具体例をいくつか挙げるとローマ軍の遠征兵士のスタミナ源として形態されたことが契機となり同様に欧州各地に広まったチーズやメロン、カキなどもそうである イタリア料理はフランス料理の原型でもある。1533年、フィレンツェの名門貴族であるメディチケのカテリーナがフランスのアンリ二世に嫁いでパリに移り住む際、大勢のイタリア人料理人や高料師を連れて、イタリア料理や評価、ナイフフォークの使用といったものをフランスに持ち込んだ。それをきっかけにして、当時ソヤだったフランスの宮廷料理やテーブルマナーが宣伝された。 ちなみに、フォークの爪は4本だが、これはナポリオ国国王フェルディナンド4世の宮廷で、パスタがよく絡んで、食べやすいよう爪の数を増やしたとされている。このように、西洋を代表して、世界三大料理に数えられているフランス料理は、イタリア料理の影響を受けて成長した。ローマ時代から続くイタリアの食文化が、西洋料理の母的存在と言われるのは、 こうした歴史によるものと言える。スパゲッティソースやピザソースに使われるトマトはメキシコ原産であり、トマトがヨーロッパに持ち込まれたのは16世紀からとされ、食用に一般的に利用され始めたのは18世紀に入ってからにな。それ以前のスパゲッティはチーズなどで食していた。一旦口に入れた果物の種や皮などを再度口から出す行為は印象が悪い。 果物やパンにかぶりついて食べることもマナーが悪く、大きな塊で給仕された、スイカ等はナイフで小さく切ってから食べる。食事の際の口直しや皿のソースを拭って食べるため、パンが供される。一般的にピザは、コース料理には入らず、ピザを食べる際は、パンは供されない。ただし、トラットリア各以下では、ピザとコース料理の両方をメニューに載せているレストランも、多く、 どの料理を食べるか、どの順番で給仕してもらいたいかは、客が自由にウエーターに頼むことできる。レストランではこれらのすべてを注文しなければならないわけではない。レストランにおいて、デザートやコーヒーは食後に再度ウエーターが注文を取りに来ることが一般的である。イタリア料理のコースでは料理の出る伝統的な順番が存在する。メニューも、 一般的にこの順序で記載されている。イタリア料理の飲食店は各種形態があり、高級店から列挙すると大まかに以下の順序。パスタ料理は第一皿に分類される。小麦粉を練って作った種々の形態の麺類、パスタとソースの組み合わせが基本である。パスタはサラダに入れたりスープの具にしたりしても用いられる。フラタンもパスタ料理の一種である。 デザートでパスタの名が付くものがあるが、これはペースト状の菓子のいいパスタ参照。ピザイコールピッツァは平たく伸ばしたパン生地の上に具材を乗せて焼いた一品料理で軽食として供されることが多く、イタリア本国ではリストランテ格の店では商品化していない店が多い。イタリアでは安く簡単に素早く食事を済ませるといえば、ピッツェリアでピザを食べることが一般的である。 最も伝統あるピザがナポリピッツァである。イタリア各地で味付けや生地に差があり、ミラノのピザが最も薄い。ローマのピザはナポリとミラノの中間の厚さであることが多い。なお、アメリカのピザは味付けや具材などがイタリアのものとは大きく異なる。米料理といえばリゾットが有名だが、米は小型のパスタと同様に扱われることも多い。 米をデザートに用いるのも一般的である。イタリアは欧州一の米どころであり、料理ごとに最適な種類の米を使い分ける。料理が給時されるまでの空腹を紛らわせるため、また食事とともに、口直しや皿のソースを拭って食べるのに用いられる。軽食として、具材を乗せたり挟んだりして一品の料理として食べることも、あ、パニーノ。 日本最古のイタリア料理店は1880年に新潟市でピエトロミリオーレが開業したイタリア県である。イタリア県は日本に現存する最古の西洋料理店とされている。また、明治末期に初めてマカロニが輸入された記録もある。しかし、本格的なイタリア料理の普及は第二次世界大戦後に日本に残されたイタリアの元軍人や軍属によって行われた。 彼らは日本人と結婚し、日本に永住するにあたって料理店を開いたのである。しかし、全国的にイタリア料理として親しまれるようになるのは、ピザやパスタが注目されるようになった1970年代以来であり、日本人の麺類志向と重なって定着したとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。